スタートしましまたちょっとアドマイアロードが遅れましたがまず1周目の3コーナーに向かいます三脇サイレンスが先頭に立ちましたエリモ・ブライアン今日は早めに2番手有バキングが3番手成田トップロード並ぶようにジャングルポケットですその後前から6番手キング・ザ・バクトが追走あとはボーンキング後方から2投目アドマイアロード最高峰トシ、市ザブイの展開です。 各馬が1周目の3コーナーに入りましたまずは三脇サイレンスのペースリード、一馬審ですエリモ・ブライアンが単独2番手に上がりました3番手にはジャングルポケット上がって4番手からボーンキングボーンキング後方から4番手3番手に上がりますその後五5番手のインコースが有バキング成田トップロードその後ろ後方から3投目キングザファクトあとはアドマイアロード最後方に年下ぶりの展開1周目の第4コーナーです。 馬順は前、三ツ亜紀サイレンス先頭エリモ・ブライアン変わりませんが3番手に今度はボーンキングボーンキングは3番との位置取りその後4番手、5番手ジャングルポケット成田トップロード互いに見るように追走後方にはアドマイヤロードキング・ザ・ファクトが後ろから2投目になって年ザブイが最後方の展開です。 1>, 1周目のスタンド前三ツ章サイレンス先頭2番手に今度はボーンキング上がってきましたエリモ・ブライアンが3番手先に成田トップロードが4番手ジャングルポケットの一馬進半前に出ましたジャングルポケットが5番手であとは有バキング後方はアドマイヤロードキングザファクト最後方とヒザブイほとんど後方の場順変わりません9頭がほぼ一段で1コーナーから2コーナーに向かいます 先頭は三ツ章サイレンスリードが一馬身、ボーンキング、早めに2番手3番手にはヘリモ・ブライアン成田トップロードが4番手でその後アリ有バキングさらにジャングルポケットのサゴのアイ6番手の位置あとはアドマイヤロードキングザファクト年ブ V は変わらず最高峰追走です。 向正面の中間先頭から新狩りまでは6、7馬身三ツサイレンスのペースリード1馬身半ボーンキング2番手成田トップロードが3番手の位置でまもなく1000残り 1000m 通過だいぶスローな流れ。 あとはエリモブライアンとジャングルポケットは5番手から4番手に並びます。あとはアドマイヤロード、都シザブイ流れが速くなって、アリシバ・キング最高方にキングザファクト3。コーナー800を切りました。3。アキサイレンス先頭で半端心のリード並んでいったボーンキングボーンキング2番手から前に並びました。あとは成田トップロードが3番手ジャングルポケット。これをマークするように4番手600を通過。エリモブライアンが5番手追走。あとは都市ザブイアドマイヤロード。さらにはキングザファクト有島キング。各馬第4コーナーのカーブに。 います先頭は今度はボーンキングかボーンキング先頭外から成田トップロード成田トップロードジャングルポケットが3番手あとは内はエリモブライアン今度は成田トップロード先頭か成田トップロード外からジャングルポケットジャングルポケットち食い下がるボーンキング三ツ矢木サイレンス間からはエリモブライアンが追い込んでくるが成田トップロードが抜けた2番手にはジャングルポケットエリモブライアンボーンキング三ツ矢木サイレンス2番手4頭成田トップロードゴール2番手大激戦4頭猛烈な競り合い しかし成田トップロードは堂々と駆け抜けました。